こんにちは、つぶこしょうです。はい。本日から新企画、小屋翔先生による英会話講座開講していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、実はこの企画、前々からはやろうとは思ってたんですけども、いつからやろうかなとか、どこから始めようかなとか、ターゲットどれぐらいのレベルの人に絞ったらいいのかなというか、そういうのをいろいろ作戦を練ってたんですよね。そうしてるうちに、あれよあれよという間にシーズンになりまして、スノーボードのね、動画をたくさん上げる中で、小屋翔先生のおかげで上手になりましたとか、楽しくなりましたとか言っていただくコメントをもらうのがすごく嬉しくて、2018年からですね、オンラインの英会話で5000人以上の日本の子供たちに教えている中で、大人になってからでも始められる英会話ということでこの企画を考えましたし、スノーボーダーの方もたくさんいると思うので、実際にゲレンデで外国人の人とちょっとでもなんかお話できる機会とか、そういう風になったらいいかなという風に思ったんですよね。英語って聞くと中学校高校の英語の授業で結構苦痛だったと思うんですよね。僕は苦痛だったんですよ、少なくとも僕は。次英語かっていう、そういう気持ちになったんですけども、それっていうのは結局英語が難しいからではなくて、っていうのも英語って5教科の中で一番簡単だと思ってて、例えばアメリカの3歳児でも英語喋ってますもんね。3歳児は最大公約数とかそういうのはよくわかんないですけど、多分できないと思うんですよ。だけど英語ができてるってことは、英語ってこれ誰でもできるんだというふうに思ったんですよね。今回この企画はですね、皆さんが英語が好きになるようなものにしたいっていうのは当たり前なんですけども、英語イコール勉強イコール辛いっていうこの概念をまずぶっ壊そうかなというふうに思いましてですね、この小屋翔の英語シリーズを見始めて、見ていくうちにより英語が好きになって英語が簡単になるっていう、そういう状況を作りたいなというふうに思いましたので、この企画もし好評じゃなければやめるかもしれませんけども、できれば続けていきたいなというふうに思いますので、ぜひよかったらいいねボタンとコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ダイエットと一緒で、例えば続けないと良くないとか、死に物狂いでやらないとダメとか、もちろん時にはそういう時も必要かもしれませんけど、実際ダイエットにしても、例えば闇雲によくわからないトレーニングだけをやって、違う形違う動きでやってもなかなか痩せないとか、はたまた別にそんな辛くはないけど、例えば体の代謝とかそういうのを意識したり、そうするだけで一気に痩せやすい体になったりとか、そういうのもあると思うんですけども、英語も一緒で、別に死に物狂いでやらなくても僕の動画を見るだけで楽して誰でも英語ができるようになるということを今求めているんですよね。なので今回第1回目はどんな動画を出そうかなと思ったんですけども、こういう風にモチベーション系の動画にするのか、はたまた発音とか、あと自分の経験談とか、そういうのを考えた時に、まず1個目は誰でもこの動画を見るだけである程度英語が喋れるようになるっていう、その楽しい基礎ですね。楽しい基礎なのに楽しい、そんな動画を作っていきたいなというふうに思いました。でこの動画多分1時間はないと思うんですけども、もし今忙しい方は暇な時にまた見てください。で1時間ぐらいなんか英語小屋翔の動画やってみるかっていう、その1時間ぐらいっていうので、普通の1時間をはるかに超える極上の成果をこの1時間の動画で出そうと思いましたので、ぜひよろしくお願いします。今日やるのは本当の基礎なんだけど、本当に簡単で、本当に使える、何回も言いますけど、この動画を見るだけでリフトで1本下から上までずっと外人が話せるぐらいになりますということで、この動画じゃない動画でね、今後出していきたいんですけど、自分が英語をやるためにいろいろやったことっていうのを出していきたいんです。まずは僕が最初に言ったらこういう風に単語帳、別にこの単語帳じゃなくてもいいんですよね。ランダムでこう適当に単語帳を、こういう風になんかこう、よくフラッシュカードっていうかテスト勉強とかでやった方はいると思うんですけども、こうやってこうなんか赤いねシートをこう貼って、なんだっけこれとかで、例えば Please あ、なんだっけ、あ、どうぞとかね、あと Try なんだこれ、やってみるとかね、こういう遊び感覚で、常にやるっていう、それは大事かなと思います。人との会話って大体3種類と3種類だと思うんですね。3種類っていうのは過去、現在、未来、今日何したか、明日何するか、今何してるか、これだけだと思うんですよ。でもう一つが否定、疑問、肯定、この3つだと思うんですけども、これじゃない、これだよ、これなの、この3つ、だいたいこれぐらいで成立するんですよね、会話って。本当にこれ最後まで見れば絶対誰でも喋れるようになるシステムみたいなものを、自分が8年間日本語使えない
職場でずっとやってきて、あの冬だけ日本に帰ってきて英語でですけどねスノボを教えてるんですけども、もう本当にずっと海外で7年間生活していく中でバカみたいに簡単なものをご紹介したいと思います。でバカみたいに簡単なことなのになぜ日本人はここまでできないのかっていう疑問っていろいろ賛否論あると思うんですけど、これはねあのやっぱり学校の教育で、例えばですけど、まあ、ちょっと細かい文法とかがちょっと間違ってただけだから多分意味は通じると思うけど、それで罰にされちゃうっていうことでモチベーション結構下がってるんじゃないかなというふうに思ったんですよね。だからそれがかなり問題だなと思ったんですけど、例えば I have already eaten、 例えばねあの私はすでに食べましたって意味なんですね。だけど例えば I eat already、 already ってすでにって意味なんですけど I eat already、 これだけでも大体わかるんですよ意味って、通じるんですよね。ただそれをあの簡単に罰にしたっていうことでもう英語嫌いになる人が多くなるんじゃないかなというふうに思います。で実際英語とか何でもそうですけど、楽しいから好きになる、好きだから続ける、続けるから上手くなるっていうこの順番があると思うんですけども、それは完全無視してやってるんですけど、まあそれはあの、まあ、受験ですとかトイックで満点取りたいとかそういう方にとってはすごくいいと思うので、文法って本当にすごい大事で、特にあの、まあ、実際にこうリスニングする上でもやっぱ自分が文法とか発音を理解することで相手の言ってることがこう理解できたりはしますので、そういう細かい文法とかもこれから出していこうと思うんですけども、まあ、まずはあの会話を楽しむっていうところから始めてもらいたいということでですね、単純なシステム枠組みを何個か用意しましたので信じて最後まで見ていただければと思います。 ABCDEFG とかそういうのがわからないっていう方はこの動画を見ても意味がないかなというふうに思いますので、まずちょっと自分で勉強してからお願いします。であのそのためにあのこの動画が意味あるかどうかのテストなんですけども、これが赤点がだいたい50点ぐらいだとして半分以上分からなかった方はちょっと意味ないかもしれないので、今からテストしますね。20問出しますので単語を、でその20問の単語の意味の10問分かれば OK だと思います。9問だったらちょっとすいませんということで、ちょっと一回あの入試テストやりますよ。小屋小英会話入試テストいきます。 Apple Orange Pen FriendSchool Work Eat Drink Go Study Hot Cold Good Spicy Big Small あと5つか Like Want CanHave、 はい、いかがでしたでしょうか。10問以上できましたか。ということで10問以上できた方あのやっていきましょう。はい、ということであのもちろん10問以上できなくてもあのちょっと Google で意味調べれば全然できるんで、まあ、ぶっちゃけ見てください全然。はい、でですねまずどこから始めるかというと Work Eat Drink Go Study ってあったと思うんですけど、まあそれ全部あのまあ、動詞っていうんですか、あの、まあ、そういう難しい言葉はあまり使いたくないんですけども、まあ、動き、私何々しますみたいな、例えば私は英語で I drink、 私飲みます。 I eat、 これだけで OK です。はい、ただそれだけだと何飲むかわからないんで最後に何を飲むか言ってくれればと思いますね。例えば I eat apple、 ね、あと I drink、 なんだろうな、コーヒー飲みますとか、まあ、そんな感じで、それでもめちゃめちゃ簡単でしょ。で、次は最後に言った4つ Like, Want, Can, Have、 この4つなんですけど、まずちょっと Like から、私何々好きです、ここら辺は結構わかると思うんですけど、あのもうこれ簡単すぎるよっていう人はちょっと飛ばしてもいいし、飛ばさないであの最後まで 見た方が、まあ、今後につながるかなと思うんで、まあ、よかったら見ててください。で、Like 好き、例えば I like snowboarding とか I likeまあ、例えばですけど、まあ、I like apple とか I like study 勉強好きだよとかね、細かく言うと I like an orange とか I like oranges とかね、複数形単数オレンジが1個だったら an orange、 I like an orange、 あれオレンジが2個以上あったら I like oranges、 これ単数形複数形っていう、まあ、ここはちょっとあの、まあ、なくてもあのまた次の動画で出しますね。 I like orange、 I like apple、 I like baseball、 I like dodgeball、 I like you、 あなた好きだよ、 I like teacher、先生好きだよとかね、
で次 want want これは欲しい。例えば I want coffee とかね、 I want pen、 ちょっと鉛筆じゃないよ、ペン欲しいんだけど I want pen。 何々が欲しいじゃなくて何々したいっていう時は、例えば I want to eat、 これだけで食べたい。例えば I want to watch、 見たい、これだけです。 I want to go、 行きたい。まあこれも細かいことを気にせず I want go とかね、 I want eat とかこれだけでも OK なんですけど、まあここはちょっと覚えてほしいのが I want to go、 何々したい、何々欲しいは I want なんとか、これだけですね。欲しい、したい、欲しい、したい、want、 これ使います。 I want なんとかで、その次が can、 これ3つ目ね。1個目が like、 何々好き、 I like なんとか、2個目が I want、 want、 2個目欲しい、で3個目が can、 できる、これできるですね。好きかどうか関係なくできるっていう時は、I can speak English とかね、 I can play soccer、 サッカーできますとかね、 I can、 これはできる。で次の have っていうのは持ってますっていう意味なんですけど、 I have a pen とか聞いたことあると思うね。 I have a pen、 I have an apple とか、 I haveI have friends 友達いるよ、友達持ってるよっていう表現になるんだよね、英語だと。だ兄弟とかも I have a brother とか I have a sister とかね、そんな感じになります。でとりあえずこの4つ、 I like、 I want、 I can、 I have、 この4つ、これはまあ、 1単元目なんですけど、今ねやってるのはこの4つがあるだけでもう大体会話できますということで、なんでかというとこの I like apple、このアップを何かに変えるだけで私何々好きです、何でも使えますね。でそこで大事になってくるのが単語なんですよね。例えば I want to play soccer、ね、want to play soccer、 want、ね、サッカーしたい。次じゃあ I want to、 じゃあ自転車に乗りたい、サッカーしたいじゃなくて自転車に乗りたい、乗りたいって何だっけってなったら、あ、ライドだ、ライド、乗るってライドって言うんだけど、 I want to rideA bicycle、 I want to ride a bicycle とかね、あ、ビール飲みたい、ビール飲みたいなって、 I want to drink、 あ、ビールってなんて言うんだっけ、 I want to drink beer、ね、これあとはもう単語を覚えるだけで、 I want to、 want を覚えればあとは自分で調べるだけ、一つの文字、これも文法関係ないです。なのでまあ何でも使いますね。 I want to eat、なんだろうな、あ、キュウリってなんて言うんだっけ、キューカンバーとかね、まあ、そんな感じでまずこの4項ですね、覚えておいてください。 Like, want, can, have、 And I have a Nintendo Switch とかよく使うんですけどね、あと I can なんとかで、ここでこの4項の中でも、まあ、今肯定文やったよね、で否定、疑問ってこの2つあるんだけど、まずは否定ですね。否定は Don't をつけるだけっていうね、すごいでしょ、それだけです。 I like の間に Don't をつけるだけ、例えば I don't like なんとか、I don't like、 want them、 I don't want、 I don't want、 欲しくない、 I don't want、 好きじゃない、 I don't like、 I don't like、 これだけです。 can、 これだけちょっと違って、 I don't can じゃなくて I cannot、 これちょっと覚えてください。 I cannot、 できない、 I cannot、 できる、 I can、 できない、 I cannot、 I cannot play soccer、 I cannot play baseball とかだと、 I cannot eatスピナッチ、あ、スピナッチなんでしょう、スピナッチ、ほうれん草、スピナッチ、 I can't eat spinach、 I can't eat spinach。 で、have は、あ、さっきやったか、 I don't have、 I don't have a game とかね、これもこれで好き好きじゃない、欲しい欲しくない、できるできない、持ってる持ってない、ここまでできたとね。で、あとは単語ですよって言ったんだけども、単語も難しくはなく、単語の覚え方もぜひ次の動画でやりたいと思うんですけども、小さい頃多分ポケモンのゲームやったことある人多いと思うんですけど、ポケモンの名前って全員覚えませんでした？それかクラスメートの名前全員覚えませんでした？学年100人いたら100人の名前覚えれたと思うんですよね。ってことは100個の英単語だって覚えれるということで、まあ私は好きです。で、この私をこれまたあなたに変えてみよう。そうすると You canplay soccer、 サッカーできるよ、大丈夫だよみたいな時も使うし、 you can eat、 食べれるよ、食べてもいいよとかね、それで you can なんとか、最初の I を you に変えるだけでもまた意味が変わってくるんで、 you have a car、 持ってるんじゃん、車持ってんじゃんとかね、
で、じゃあ車持ってんじゃん。You have a car じゃなくて、聞くとき最初に do をつけるだけです。Do you have a car? Do you have a car? こんな感じになりますね。Do をつけるだけ。Do you have a car? Do you have a car? Do you like apple? Do you like orange? とかね。まあもちろんこれも組み替えるだけで、Do I have a car? これちょっと記憶喪失だよね。私車持ってましたっけ？とか。でもこれも文としては成り立つと。Do you want? Do you want to eat?Do you want to go? 行きたいとかね。Do you want to drink? 飲みたい。Do you want to drink beer? Do you want to eat curry? とかね。で、これまたちょっと can だけ違って。can の時はさっきみたいにね。I don't can じゃなくて I cannot になるよって言ったんだけど、今回も、can you なんとか you can play soccer じゃなくて Can you play soccer? いう時を逆にするだけっていうね。これだけちょっと違う感じなんで覚えてみてください。でですね、この逆にするで思い出したんだけど、もう一個違う種類の、これは本当に中1の4月ぐらいに習うやつだから、もしかしたら知ってる人もいるかもしれないですね。今までのやつはなんとかる食べる勉強するとかね、あとなんとかするとかなんとかしますとか、そういう感じなんだけど、これは次やるのはなんとかです。これですね、なんとかです。なんとかますじゃなくてなんとかです。食べますじゃなくて小屋小ですとかね、綺麗です、暑いですとか、まあ、ですに使うやつなんだけど、そういう時は今までとちょっと違って、例えば食べる時は I eat 食べる、 I drink 飲む、 I の次に何か言えばいいだけだったんだけど、今回はなんとかですっていうことで I 小屋小じゃなくて I am 小屋小なんとかですみたいに言いたいときは、最初もちろんさっきと一緒で、最初は人の名前なんだけど、その後に am をつけましょう。 I am show でね、これもね3種類ありまして、この3種類は3種類だけ覚えてほしいんだけど、 I am 私のときは I am show I am show あなたはっていうときは You are なんとか You are Amy とかね、 You are とかなんとかです、あなたはなんとかです、私はなんとかです。時は I am なんとか、You are なんとか、名前じゃなくて、例えば大きいね。時I am big 大きいよ僕は。あなた大きいね。You are big ね。そういう時も使います。私あなた以外の彼彼女この二つですね。He is なんとか、She is なんとか、これは is これ使いました。私あなた以外のもの、これは彼彼女以外でも、例えば物にも使えますし、名前、固有名詞、名前でも使えます。例えば、Ami is なんとか、Ami はなんとかだよとかね、あなた私以外、あと、My mother 私、僕のお母さん、My mother is なんとかとか、そういうのも使えますね。はい、ということで、これが最後になるんですけども、5W1H って聞いたことありますか？で、これはサクッと終わります。これ終わった後に、ちょっとミニゲームを、スノーボードで使いそうなね、問題を、ミニゲームで出していきたいと思いますので、ぜひやってみてください。で、最後、この 5W1H なんですけども、1H は一回置いといて、5W だけを今日はちょっとやっていきたいと思いますが、まず1個目、What? 何? When? いつ? Where? どこ? Who? 誰? Why? なぜ?まあ、この5個なんですけども、一番最初に言った4個を覚えてます。Like, want, can, have?ね、好き、したい、できる、持ってる、ね、この4つを使って、しかもこの4つの疑問ね、よくこの 5W っていうのは基本的にはもう疑問の時に使いますね。疑問じゃない時もあるけど、これちょっとテクニックが必要なんで、まずは疑問の時に使うんだけど、例えば、まあ、疑問の時のじゃあ4項のうちの一角 want を使っていきたいと思います。 want Do you want to go? 行きたい、ね、行きたい Do you want to go? 行きたいじゃなくて、どこに行きたいのっていうときは Where? どこ? Where do you want to go? Where をつけるだけ。はい、で、Where do you want to go? この Do you want to go? 今ね、Want を使ってちょっとやってるんだけど、 Do you want to go?、ね、Where do you want to go? どこに行きたいの?じゃあこれは When do you want to go? いつ行きたいの? Do you want to eat? これはどういうときに使う?あと 5W の中で何が入る?何でも入るよね。What do you want to eat? When do you want to eat? Do you like? を使うとき。What do you like? What do you like? 何が好き?
What do you like? What do you like? 何が好き？これめっちゃ使うよね。で、ここでワンポイント。何の何々が好き？ What 何々 do you like? これぜひ覚えてください。例えば、What wine do you like? What color do you like? What food do you like? Why do you like? あ、これ使うね。なんで好きなの？ Why do you like vegetables? Why can you play the piano? なんでピアノ弾けんの？とかね。What food do you want? What food do you like? そんな感じでですね、最後にですね、小テストみたいな本日の小テストをやっていきたいと思います。日本語でするので、英語に訳してください。まず1問目。じゃあまず1問目。私は雪が好きです。私はスノーボードが欲しい。私はスノーボードが欲しくない。あなたはスノーボードが欲しいですか？なんでお寿司が食べたいの？はい、ということでいかがでしたでしょうか。多分結構初歩的すぎたよとかちょっと難しいとかいろんな意見があると思いますが、コメント欄でぜひ教えてください。試行錯誤しながら楽しく楽に英語に触れてもらうっていうかね、そういう感じで、それがまたさらによりスノーボードが楽しいっていうのにつなげていけるように、プラススノーボードやってない人でもね、もちろん英語に興味を持ってもらったりとか、海外に興味を持ってもらったりとか、そういう役に立てればなというふうに思いますので、ぜひ、この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you!